車行く？別にいつでも大丈夫です。今もうカッチンってもう来たよ。大丈夫？ちょっとです、無理です。やっぱね、これはちょっと初っ端からも結構脅威ですね、各々。そうですね、今週特に吉田冴えてるんですよ、はい、いろいろな面で。いろいろな面で、はい、じゃあレース以外の面の話をお聞かせいただきたいなと。あれ、どの辺で冴えてる感じでしたか？吉田冴えて、やっぱせめて誰に勝ちたかったんだって。せめて、谷口さんなんかよその人になんかどこかで拭いてたらしくて。違います、ちょっと微妙にこう変わってた。せめて谷口さんには勝ちたい。違います、微妙に変わってこう吉田の中でどういう見積もりをしているのかなっていうのをちょっと一本でじっくり聞いてみたいなと思うんですけど。一昨日の晩、いろんなことが明らかになりましたね。はい、これは予選とかでせめて谷口には勝ちたかったって言ってる部分で、あ、俺は吉田評価、吉田の中で俺の評価低いんだなっていう部分と、それとあと以前岡山で片岡がこう道譲ってもらえなかった時にどっちが乗ってるか分かんなかったもんでっていう発言があった時に、あれは谷口が乗ったら抑えようと思って片岡だったら譲ろうっていうあれだったのかなっていうこととか、はい、なんかね、節々に俺の評価は低いんだなっていうところが、まあ、完全にライバルですよね。まあ、一応ドリフト出身なんで彼も。なるほど、所詮300ドライバーだろう的な感じで見られる。